2時台最初はザ・ゲストショーです。本日のゲストこちらの皆さんです。3時のヒロインです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本当になってましたよこの前テレビ。西ちゃんクリニック CM。 ありがとうございます。本当に本当に顔がちっちゃくなって、そうなんですよ。できるだけ本当に起きるように丸くしたんです。そんな芝居があるの。そうなんですよ。丸くしたんです。そのためにプロ根性だね。プロ根性だね。どの音符とかに寄せるの。私は下の音符なんですけど、はい、一緒でしょ別に。丸具合は一緒でしょ。丸く仕上げてきました。上も下も仕上がってね。ありがとうございます。もう言われるでしょ、CM すごい言われない。いやー、なんか音符のやつはマジで初めて言われました。嘘でしょ。本当本当になったやつ。イグジットの兼近と仲いいんですけど、兼近は知らず知らずに歌っちゃうっていうのだけ連絡してきました。あれが来た。タンタンタンって。西タン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 。耳に残るね。タンタンのワイハイみたいなやつね。違う違う。マサちゃんのワイハイ。マサちゃんのワイハイ。同じ社長ですが。兼任されてます。兼任すごいね。社長すごいね。すごい社長なんです。すごい社長です。すごい社長なんだ。からの CM してます。あ、カラね。Wi-Fi ね。うん、カラがやってる。あ、わかんない、それ。カラがやってるの。妹の社長は西村さんっていう歌手なんですけど。DJ 役で。出られてます。出られた時で。あ、そう。すごいですね。がっつりやって。ファミリーです。西村ファミリーです。西村ファミリー。はい。すごい西村。岸高野のね、高野が一人で出てんのかなって最初思ったよ。社長なんだよ、あれね。似てますけど。似てますけど。フォルムがね、そっくり。郷さんとは一緒に。なってんですか、撮影一緒なの。撮影同じ日に。同じ日に。もう何度もお会いして、記者発表とかもね。郷さんなかなか会えないですよね。いやー、本当に良くないですけど、郷さんも見慣れてきましたね。見慣れたの？そのくらい会ってる。めちゃくちゃ会ってます。はい。ヒロミさん見慣れないです。挨拶もしないの？郷さん。なんで見慣れたら挨拶しないんですか？郷さんの必ず食べるものとかもあるんですか。郷さんが郷さんが食べてるところ確かまだ見たことないかも。食べてるとこは見てない。食べてないのかもしれない。楽屋がね別っていうのもあります。うまい棒とか食べてない。うまい棒はないんじゃないのかもしれないですね。すごい優しくて、舞台から降りる時とかもこう手を出してくるんですよ。腰とかに手添えてくれたり。めちゃくちゃ優しい。もうヒロミって感じです。裏でもぐんと。ね、すごいスターだね、やっぱりね、郷ひろみさんはね。すごいですね。いやー、まあ、徳勝龍ね。徳勝龍まあ、そうですね。だからもう。もう、引退されちゃいましたもんね。そうなのよ。そうですね。そう、だからもうちょっと、夢っちもなんか、可愛くなっちゃったから、海星が言いづらくなっちゃったから。徳勝龍、海星、白鵬、白鵬、つって。白鵬、違う。三人とも。最初から言いづらくあってくださいよ。なんでここ言いづらくないんですか。何のためらいもなく言うからね。今の時代なかなかいないよね。力士当てはめていく人。嬉しい。スパスパスパ。嬉しい。嬉しい。似てる人がいるって嬉しいです。光栄です、本当に。他にいない似てる人とか。私は最近はランボーに似てるって。シルベスタ・スタローン。シルベスタ・スタローンさん。髪型ね、変えてから。今もスタ・スタローンが辞めちゃって北海道引っ越しちゃったから。あ、じゃあ、モノマネ芸人枠空いてる。空いてる。北海道で農業やってるから、スタ・スタローンが。スタ・スタローン枠空いてる。そうだ、スタ・スタローンの、あと、夢っちなの。スタ・スタローンが似てる。赤い、赤いじゃあヘアバンドしてね。そうですね。ヘアバンドして。見たことあるんですか、ランボー。いや、ちょっと。と、そう言われてから検索しただけで、ちょっと見たことない。髪型だけだよ。でも、俺も深いから。ね、ちょっとハリウッドっぽい感じ。そう、ちょっと外国。アップデートしたんですね。顔面アップデートさせてもらって。俺たちモノマネにやっぱハマってんすよ、最近。やってますか、モノマネなどは、三次のヒロインさんは。私だったら、大沢あかねさんとかは。え、大沢あかねさん。大沢あかねさんやんの。大沢あかねさん。本当に言われたこと、結構あって、なんでよくなんか、喋りとか、喋りとかは本当にやってなくて、顔だけなんですけど、もっとしたら顔だけでやろ、顔だけでやってるんですけど、顔だけでやらせてもらってます。分散しないんだ。おじいちゃん大沢親分ですよね。
そうですね。いや、全然似てない。全然似てないよ、バラエちゃん。もう家で一人が待ってます。一人が待ってます。言わんやん。聞いたことない。聞いたことないよ、一人が待ってます。この前も仕上げていってます。ストローの筒越しに覗いたら、ちょうどこの顔の真ん中くらいが見えて、大沢あかねさんに見えるかも。ストロー越しの大沢あかね。ストロー越し。ストロー越しで見ない越しのね、大沢あかねさんは。福田さんはやるんですか、モノマネとか。私、基本やっぱやらないんですけど、うん、もともとアイドルだったんで、そのアイドル時代にやってたモノマネみたいなのは一応あります。アイドル時代にやってたサザエさんの花沢さんっていう。磯野くん父ちゃんったら、磯野くん家に、銀杏届けろって嬉しすぎせんのよ。ごめんなさい、今。フレーズあれだけど、めちゃくちゃうまいわ。ありがとうございます。やめてよ、この。あんま花沢さんってアドリブ。うますぎて変な空気になるのやめてくんな。ちょっと下手でやってきてんだ。結構うまいけど、それアイドル時代にやってたんだ、それ。やりました。これで R1 とか受けてました。あ、すごいね。そうなんだから R1 とか。あんまりアドリブないよね、モノマネで。届けろって。どういうストーリー？どういうストーリーの設定になるんですか？何の回なの？ねえ、マイメッチャー、吹奏楽部だったということで。いやいや、いろいろ金賞取ってるんで、金賞取ってますんで、吹奏楽部で。楽器パートは、トロンボーン。トロンボーンですから。トロンボーンか。ツルツルってするやつ。すごいですね。難しいんですよ、トロンボーンは。でも、私もなんか試しに吹かしてもらったことあるんですけど、本当に出ないんですよね。音が出ないんで。腹から出さないと。お盆師匠と一緒だ。お盆公演が。お盆師匠もトロンボーンやられてますから。確かに、ちょっと漫才にトロンボーン取り入れていこうかなって。いや、そういう音楽のタップダンスやったり。タップダンスやったり。結構ね、漫才あんまやったことないんですけどね。もともと。お笑いをもう漫才って言ってる人みたいな。やばいやばい。でもあの漫才面白いよねっていう。よくわかってないんでしょ。わかってる。コントと漫才とかあるんだ。違いますね。あなたたちが優勝したのは、漫才もやったもんね。漫才も一応、一本目は漫才でした。2本目漫才。2本目はコント。そうなんだ。なんか、一回休むの忘れちゃったでしょ、ちょっと、忘れちゃった。忘れかけてでしょ。面白かったら一緒、みたいな感じです。そんな感じなんだね。だから、その時は知らないもんね。出会ってはないもんね。吹奏楽部自体。そうですね。そうですね。そうですね。年齢もバラバラなんですよ。出身地もバラバラなんで。そっか。知らない。出会ったのが7年前とか。そうだよね。昔から知ってるわけじゃない。そうですね。なんか、やけに一周目のトークやなと思ったら、夢っちは初めてなんですよね。そうだよ。そうだよ。初めてですよね。なんか、復帰したり整形したりいろいろしてるのに、トロンボーンの話で、広げようとしてあるから、何だろうと思ったら、そんな話しないよ、俺は。散々聞かされた話はね、吹奏楽部の話ですよ。あんまり言われてないですよね。確かに。吹奏楽部の話。カレベコ。ハラペコパンチ。ハラペコパンチ。昔の、昔のコンビ名。サンジのヒロインを形成する前に組んでたコンビです。ハラペコパンチだ。ハラペコパンチでした。男女コンビ。吉本の芸人さん呼ぶんだらね、必ずその、全部言ってもらうの、その芸歴の名前を。過去のコンビ名。過去のコンビ名を。マキ。マキ多いですよ。マキちゃん多いです。多いです。マキちゃんいいですか？一個前が、キスっていう。めっちゃおもろい。おもろい、キスさん。めっちゃ覚えやすい。カタカナでキス。カタカナで。キス。魚じゃん、もう。コンビ。コンビで、すごい大きい、女性と、先輩の女性だったんですけど、組んでキス。キス。3時のヒロインの前、キスだった。キスやった。キスさんでした。あ、キス。先輩で見てたんだ、キスさん。そうですね。面白い。面白かった。面白かったです。振られました。ああ。相方に。キス。キス続けたかったの。キス続けたかった。恋人ずっとキスしてたかったの。やってないの？は今、乙女たちっていう名前でやってらっしゃる。やってるんだね。その前はキスの。その前、合鍵っていう。合鍵。合鍵。カタカナで。カタカナで。グリフォン国松っていう。グリフォン国松っていうこと。あれなんか、マッチョ入ってる？マッチョメンバー。マッチョメンバー、クリスタルジムで見かけたよ、名前は。ね。あ、そっか。ヌンチャクとか。ヌンチャク。あ、じゃあやっぱちょっとマッチョメンバー。ネタとかで使われてる。ダンスみたいな。ああ、女の子なんですけど。あ、女の子。はい。
グリホン国松。グリホン国松。合鍵。合鍵。まだあるの？その前、マキヨっていう、あの、マキとキヨっていうだったんで、マキヨ。キヨちゃんっていう。マキヨ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 。以上です。発表会。さかのぼりたかった。これだってね。まあ、キスがピークだったね。いや、ピークとかないから。キスではないんですよ。キスでやめとけよかった。キス的な。キスで終わっとければ。あやさんも、私は、あの、腹ペコパンジー。のみ。のみです。あ、珍しいですね。その、腹ペコパンジーは、あの、もともと、本当に付き合ってたんですけど、男女コンビで、あの、本当にカップルだったんですけど、その、キスさんが MC のライブで、キスしてました。漫才中にキスするっていう、ちょっとあの、彼氏と組んでたんだ。そうなんですよ。で、幕の中入ってキスしてました。で、MC をしてくれたのがキスさんです。ちょっと、つなげんでいいのに。つながったと思って。テーマキスじゃないから。つながったってなる。あ、そうなんだ。舞台上でキスじゃなくて。あ、幕の中行ってみたいな、そういうネタだったんですよ。漫才中に、かけてキスするみたいな。帰ってくるみたいな。みたいな感じのネタ。めちゃくちゃ面白い。イチャイチャしてたんだ。イチャイチャ漫才を。ほんまに好きやってもんな。本当に好きでした。同期です。あっちから誘っていただいて、その今でも結構夫婦漫才でも、あの、別れてもコンビは続けるとか、なんかそういうパターンもあるじゃない。そうですね。だから、その一回解散した時は本当に、あの、もう解散して、彼女彼氏ももう解散したんですけど、同時にもう一回再結成して、また付き合って、また解散した時にはもう、あの、お笑い芸人辞めちゃいましたね。あ、一回でも別れてまたくっついたんだ。そうなんだ。昔の話ですよね。寂しいね。寂しいです。あと結婚もしちゃっても。あ、じゃあもう違う人とキスしてんだ。ややこしい。そう、違う人とキスしてるんですね。で、私もキスコンビ誘われてんな。なんか、サンジのヒロインがテレビ出だしてから、その元相方から LINE 来て、掛け持ちとかどうみたいな感じで。なんか、あの、バンドとかの人って掛け持ちしてるやんみたいな感じしたんですよ。ドラムとかね。なんか、あの、お笑いでも、それをやったら新しいと思うねんけど、みたいな感じ。長い LINE の文章が。やばいやばい。利用しようとしてる。未読スルーしてる。でも、未読はスルーしたんですけど、なんか、寄ってたわ、みたいな感じで、ごめん、すぐ取り消しして。寄って、ちょっとね、なんか、でも、すぐもスクショしました。見た瞬間に、怖すぎて、絶対消すと思ったんで、すぐスクショしました。めっちゃ恥ずかしいじゃん。めっちゃ恥ずかしいじゃん、それ。そんなことがあったんだ。知らなかったか。腹ペコパンジー。腹ペコパンジーすごいな。はありますか？ないですか？私はもともと夢見がちっていう。夢見がちさん。夢見がちさん。はい。ひらがな夢見がち。はい。で、今はその相方は、新潟県の住みます芸人っていうのをやってる、本間千佳子っていう、ちょっと大きめの。なんで大きめの人ばっかり。相方大きめの人多いね。そうそう、安心するんですよね、大きめの。一緒くらいやったけどね。一緒くらいでした。一緒くらいとか。一緒くらいでは。そうそう、あの、組んでから、なんかわかんないですけど、相方が大きかったんで、なんか私も大きくなった方が面白いかなと思って、10ヶ月ぐらいで25キロ太って。そんなやったんや。そうそう、知らなかったな。私が出会った時も結構太ってる感じだったんです。そうです、 NSC 現役の時に太らせていただいて、やっぱ太った方が。太らせていただいて、誰に敬意払う。今日も軽くはやらないソーダのネイルしてるぐらいなの。カルピスソーダのネイル。色そうです。あの、大好きなんです、カルピス。本当に、ボケに言ったんだけど。カルピス好きだから、ネイルを。でも、あの、これ塗った時は全然違うイメージだったんですけど、塗ったらカルピスだと思って、これはこれでまた美味しそうだなって思ってました。だって食生活やばいですよ。だって前も見て、なんかすごいテレビとかで変な食生活したけど、あの、ジャム一瓶をヨーグルトにバーンって入れたりとか、1回で一ジャムって感じ。今も？今もですね。1本ジャムに入れちゃうの？はい。甘すぎるでしょ？甘すぎる。いや、甘さを感じなくて。そういうのになっちゃんがやっぱりもうダメだよね。食に関してはやっぱり大先輩だから。美味しそうだね。ダメだこりゃ。ダメだ。やったことない。全然全然全然。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。お金かかるでしょ。
ゃん。食費ね。そうなんですよ。でも一番安いあのジャムにしてます。一番安いヨーグルトと一番安いジャム。いやそれは美味しいジャムにしようぜ、ちょっと美味しいジャムでね、心配だよね、だからね、食事カロリーとだってガムシロップとかもすごい入れるよね。そう、カフェとかあんまり行く機会ないんですけど、こうみんなで行った時にコーヒーみたいなの頼んで、うん、やっぱ味がしなかったんでガムシロ7、8個ぐらい入れてやっと美味しいってなって、それ見て、うん、やばいよって言われて気づきました。やばい、それまで量は私すごい食べるんですけど、ゆめちゃん質が悪い。質が悪い。食材のその量は全然私の方がもう食生活はもういっぱい食べるんですけど、バランスがいいから。でもバランスがいいじゃん。そうですけど、ゆめちゃん質が悪いんですよ。質が悪い、本当に怖いです。どういうことでしょうか、質が。あの食べ物のなんか砂糖めっちゃ入れまくったりとか、かなめちゃんの中では自分の方が健康っていう、健康ではあります。今の言い方だとすごいバランスよく食べてるようなイメージ、バランスよくは食べてます。どっちが健康なんやろうね。時間だけちょっとあのくるっそうですね。時間だけバグってる。バグってる。一日3食ですか。一日、まあ、3食、うん、4食っていう、なんか日によっては5食みたいな日もあるんですけれども、うん、まあ、時間を気にせず食べるっていうことを、うん、あの心がけて、うん、心がけて、ところどころが悪いって。おかしい、おかしい。心がけてます。食べようとしてるやん。やっぱりスーパーとかは自分で行くんです。大好きです。行きますし、うん、あとそのウーバーイーツとかもやりますし、うん、料理とかもそのラーメンとか、うん、で出た残ったスープで、うん、チーズリゾット、うん、美味しい。いや誰が質が悪いって言ってるの。言いながらよだれ飲んでるんですよ。もう我慢できない、ね、我慢できなくなっちゃう。油です。なんかハマってる食べ物とかあるの。最近これ家でよく作るとか、ミニブリっていう、カマンベールチーズがあるんですよね。あの大きいやつじゃなくて袋に入ったミニブリっていう、ミニブリってブリーチーズ、ブリーの、あ、そうです、そうです、ブリーチーズ、青いブリーチーズと、それの、うん、で、もうあの袋開けたらもうそのまま放り込めるんですけど、一口でね。それ生ハム、いいね、あの巻いて、わあいいね、それもおしゃれも巻くっていう、立ってるの、どこだ、冷蔵庫の前で立ったまま食べます。食卓、食卓に運べないもん。待てない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 。ね、あ、美味しい。めっちゃ美味しいです。死んで食べて。あれライスペーパーで巻いて。めっちゃ美味しい。ああ、もうまた。美味しい。騙されないね。この人すぐライスペーパーで巻く。いやマジ、いやマジで美味しいから。そう、三枚重ねが一番美味しい。え？ライス二枚でもいいけど、三枚重ねて、縦にちょっと重なってる状態で、で具材をちょっと縦にしてこうやって巻く。ミニブリとあとじゃあハムでもいい。あ、ハムも一緒に。すごい目輝いた。ライスペーパー？ライスペーパー美味しい？めっちゃ美味しいです。やってください。うわ食べたい。夜中に。もうだって2年ぐらい前からライスペーパーにハマって。何でも巻いた。2019年ですね。え、早いですね。4年まだ飽きないですか？全然飽きないです。何巻いてるんですか他？カツ丼とか。どういう状態ですか？ライスペーパーに水を浸して並べるじゃないですか。はい。で、そこにご飯を敷く、はい、で、カツを敷く、はい、キャベツを敷く、はい、で、ソースをかける、で、巻く。なんで美味しいんですか？ワンハンドでカツ丼、憧れじゃないかい？確かに。全然。じゃないかい？確かに。いや、そうでしょ。片手で食べたい。お手軽でしょ？お手軽感じ。食器洗わなくて済みますし。あ、そっか。済む。あと、あの、恵方巻きも巻いたりとか。ああ、それは。巻いてあるんだよね、恵方巻きって。確かに。さらに。あと、スニッカーズがめっちゃ美味しかった。ええ？いつも邪魔しないんですね。こんなに反応いい後輩いないです。嬉しいね。ライスペーパーやってほしい本当に。一旦 CM と交通情報、この後も引き続き3時のヒロインをお付き合いいただきます。今日のゲストは3時のヒロインの皆さんです。お願いします。福田さんね、危険なヴィーナスのドラマの話を。いや昔です、だいぶ3年くらい見てた、見てた、見てた、東京劇場、東京劇場、ヴィーナス。いやいや、まあでも今回主役、あ、そうです、ニュースで見たよ、婚活千本ノックというドラマの、婚活千本ノックの主役を、はい、すごいよ、おめです。どういうあのアニメーションで野球とかちょっと、いや違う、そんなもうちゃんと千本ノックなことありますよ。下克上球児、下克上球児たまきわだけアニメーションになるっていう、違います、そうなんだ、違う枠だから。すごいことですよね。いやいや、すごいことです。未だにちょっとびっくりしてます、本当に。すごい、なんかもう
恥ずかしいまであります、ちょっと恥ずかしい。でも、はい、なんだろう、一番主役だからもう周りは恥ずかしいとか言ってられないというかね、そうです、もうリーダーみたいな感じに振る舞わないと、ね、看板だからね。いやすごいですね、どんな振る舞いしたらいいかわかんないですよね、現場とかでも、ね、主役ってね、まあ、内藤隆さんとかだったら、はい、本当コーヒーの車とか出す、ちょっと縛られた人で、ね、ケータリングでですか、現場に。そうだ、いやいやいや、それはできないですよ。いや、かなでちゃんも去年主演したんですよ、うんうん、実は私やってたんですよ。あ、主演、はい、はい、何、デブとラブと過ちとというあのです、あのすごい人気の漫画の、うん、でも主役の子が私にもすごい似てて、うん、見た目が、うんうん、でその時にジョジョ園弁当を差し入れしたんです。あ、すごい、うん、最高じゃんそれ。ジョジョ、あのね、見たやつは、あの、ミートヤザー。うん、いや、美味しいね。全然違ったけど、あの、ミートヤザーと刻んで、あの、やっぱ、お肉がちょっと苦手な方も中にいるから、うん、なるほど、ミートヤザーと刻んで、あの、二つ選べるように。それ、正直さ、いく、全部、総額いくらでも、その時は、スタッフさんとか含めて、50人ぐらいだったんで。50人前。そうですね、だから、50、50。100万いかないですよ。なんでだよ。なんで1個2万なの。一番正しいツッコミ、なんでだよ。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 100万。シンプルにストレートに。なんでだよ。なんで。そう思う。でもやっぱ主役ってそうだね。やっぱり自腹で。それで自腹ってことだもんね。うん、自腹ですね。だって今パリピ公明、パリピ公明やってるわけでしょ。はい。向井理さんの後の主役だよ。いや、すごい。すごいね。どうしましょう。どうします、なんか差し入れ、うん、なんかおすすめの差し入れとかないですか、なんか。だから実家の雀荘のパイとかでいいんじゃない。どう使うんですか。パイだってならない。一個ずつ、うわ、福田さんからパイいただきましたって言って、まあなんかね、食べるパイかなと思って、ケータリングとこ行ったらマージャンパイだった。大ボケだ。大ボケ。芸人ってこういうとこあるよなぁ。主役はやっちゃダメなんだけどなぁ。そんな芸人ないけどなぁ。大変だね。頑張ってもらいたいけどね。頑張りますね。楽しみです。だから、今日始まる前になっちゃんが、かなでちゃんに私勝てるかなぁとかずっと言ってて、なんか対決したいらしいんですよ。うちの安藤那須さんが。腕相撲がなんかどっちが強いのかなって思った時に、でもよく考えたら若いじゃないですか、かなでちゃん。若いんですかね。31です。とっても若くはないです。とっても若くはない。31なの？若いな。とっても若くはないんですけど。若いから若さの覇気には勝てないなって想像した時。まあ、ちょ珍しく弱気じゃん。ジム行ってんだからさ。いやもう上半身やってないですよ今。もう下半身ばっかり。下半身の踏ん張りが一番強いんだよ。腕相撲だって。腕相撲？知らないけど。腕じゃないですか。腕じゃないですか。かなちゃんがこの前、あの、あれでしょ、高野菜で相撲やってるの見て。西村くんをぶん投げてるの見て、ああ、って。でもやっぱ相撲とその腕はやっぱ違いますもんね。力のかけ方。でも全然。かなちゃんあんまその人に負ける気せえへんっていつも言ってますよ。ああ、そうなんだ。確かに。負けたくはないです。絶対負けへん。眼力がすごいから。ちょっといい？一応ね、テーブルが。見てみたい。あっちに、ここで、それ用テーブルがあるんですよ。前ね、ちょっとなっちゃんと、俺とかも対戦したりしたから。あ、本当ですか？結構ね、たまにやるんですよ、腕相撲は。なっちゃん、あ、こわ、立ったらでもやっぱなっちゃんの方が背は大きいんだ。まず身長が違う。身長はちょっと腰の体重は今118kgです。あ、130。おお、なっちゃんの方が。これは負けんじゃない、かなでちゃん。え、初負け。肘乗ります、それ二人分の。肘乗るでしょ。ああ、もう腕が同じだね。似てますね。似てるわ。さあ、じゃあ、お、わあ、見応えあるな。見応えあるね。はい、確かに見応えある。ちゃん、うわあ、ちょっと頑張れ。右手同士でじゃあ組んでいただいて、準備よろしいですか？もう行きますよ。はい。それでは参りましょう。レディー、ゴー！うわあ！安藤夏勝利。早かった。強い。え、かなでちゃんめっちゃ弱いやん。かなでちゃん。え、ちょっとどうでした。いや、力入ってなかったから。力入ってなかった。キラした、かなでちゃん。かなでちゃん。本気を
出す前、速さがすごいです、まず。あ、立ち合いちょっと合わなかったんじゃないの。あ、もう、じゃあもう一回。今。速さがね。速さはすごい。速さやったら準備しとかな。いきますよ。今のタイミングでいきますよ。じゃあもう一回第2試合。うん、レディー、ゴー！お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 ー！強い！あかんわ。めっちゃ強いでしょ！力の差が。これは。自分なんかが。優勝していいんでしょうか。優勝してへんよ。徳勝龍さん。徳勝龍さん。優勝コメントしてるけど、優勝してへんの。優勝しなかったらね。勝ったら。最近の時の男性。勝った時に言ったから、あれ。すごい強い。負けてる。用意してたんやろな。勝ってようと思ってたんやろな。出てきたもんね。用意してたんだ。いや全然もうすごい。もう全然レベルがもう。いやデジタルジムすごいね。徳勝龍も持っとかないといけない。負けたバージョンのコメント引退する直前まさか負けると思わなかった。すごいです。もうレベルが違います。本当はコンディション不良だったとかあるでしょ。本当はコンディション不良だったとか。まあそうですね。あのセリフ以外はもうモノマネできない。そうですね。徳勝龍絶対ね。何もよく分かってないんだけど。絶対花輪さんから徳勝龍振られるだろうなと思ってね。一生懸命練習してきたんですよ。あれしかない。あれしか持ってない。ありがとうございます。全然強いじゃないですか。強いですね。あの、クリスタルジムで言うと、畑の畑と互角なんで。いや、そう、マッチョ芸人。男性なんですか。男性でも全然。で、畑の畑と一緒だったから、旗の旗とやって、うん、勝てたら自分に勝てるってことですよね。あ、なるほど。旗の旗。モンタナのね。モンタナの旗。旗の旗ですね。で、すごい子ですよね。すごいよ。すごい子です。上半身すごい。すごい。でもそれにもなっちゃん勝ってる。すごい。勝ってないの。あの合格なんです。合格。完全合格。もしゆめっちも描いたければやります。やります。ゆめっちも強そうだよね。結構どうなんやろ。腕ゆめっちは。でも私ゆめっちに腕相撲で勝ったことあります。ああ、そうなんだ。やってるんだ。やってるんだね。ゆめっちが旗の旗さんに勝ったら、ゆめっちはあの旗の花の全然分かってない。旗の花全部肩から。いや、もう時間ですか。待ってよ。あら、夏さんのモテテク聞きたいって書いてあったの。モテテク。ゆめっちと、あの、共通の友達がいるんですもんね。あ、そうなんですね。その方に、なんか、いろいろ、夏さんに紹介しますって、結構紹介してもらってるんですけど。いや、でも、まあ、ちょっと、別にモテてるわけじゃないです。本当ですか。やっぱり、なちゃんモテてる。聞く。一つだけなんかそのクリスマスとか予定がゼロなので、ちょっと一人捕まえたいなって。捕まえたい。そうだね。8億人いるわけだからね、人口ね。そうだ。誰か一人ぐらいいないかなって。一つなんかテクをいただけたらと思ってテク参りました。もう焦らないことです。おお、うわ、余裕ある。女大事ですね。焦るよ。1ヶ月しかないし残り。確かに確かに。あ、でもちょっと網を渋谷に放って。網を、はい、ちょっと捕まえてください。物理的にやってください。物理的に。さすまったね。さすまったね。新車さすまったね。さすまったね。ちょっとじゃあいい男捕まえます。力技でお願いします。ありがとうございます。さあ、じゃあね、皆さんからお知らせありますか。はい、じゃあ、あの、私の婚活千本ノック、来月1月スタートでフジテレビの水中で主演をやりますので、ぜひ見てください。はい、はい、ということで本日のゲスト3時のヒロインの皆さんでした。どうもありがとうございました。